たどん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 、山中を打っていかないと辛い展開にはなりますよね。はい、1番の高山が入ります。昨シーズンルーキーヤは17打数2安打、山中には合いませんでした。そうですね、どんなピッチャーにでも合わすことが上手なバッターですからあれというような数字ですね。これで9ストライクになりました。少し今のファウルも、ね、タイミングは合ってるようには思えないですね、はい。開幕からの連続ヒットは止まりました。昨日は4打数ノーヒットの高山です。開幕戦が猛打賞、そして2戦目3戦目とマツダで1本ずつヒットを放ちました。ただこれ合ってなくてもファールで逃げているうちにピッチャーってよくミスしますからね、はい。今年体大きくなっているのは相手チームから見てももうすぐ分かると思うんで、ね、じゃあ高山、あのスイングで体大きくなった人は長打あるよねって怖いですからね、うん、そういうところにつけ込みたいですよね。懐きましたが横を抜けていきました。ライトへのヒット、速い球足、ゴロが抜けていきました。ノーアウトランナー一塁。昨年は17打数2安打、あまり得意ではなかった山中ですが、その山中からヒットを打ちました。まあ、ですからバッターボックスからの威圧感みたいなものは昨年とまた違うわけですよね。昨年より増してますからね、だから苦手なピッチャーでも相手が得意だと思っててもファウルで粘っていくうちに、はい、やっぱり怖いなっていう風になったらやっぱバッター勝ちですからね、ノーアウトランナー一塁、2番の上本です。初球からいって三遊間、サードの横鋭いゴロが抜けていきました。ノーアウトランナー二塁一塁、昨日は塁に出なかったこの1番2番コンビが連打でチャンスを作ります。いやー、初球から思いっきり振りました ね。そして昨日ホームランを打って現在2試合連続アーチをかけているこの糸井です。昨日は2対0から1点差に迫るホームランをライトスタンドに打ち込みました。勝って知ったる京セラドームで一発を放ちました糸井です。さあ、立ち上がり湯船さんと話していました、糸井の前にランナー出したい、なんとノーアウトで二塁一塁で糸井でした、ね。これは、気使いながら投げるんでね、はい、どうでしょうかね、ストライクゾーンには行きづらいですよね、なかなかね。まあ、逆に糸井に対するデータではバッテリーも少ないですしね。そうなんですよね、まず外に構えます中村、ちょっと中に入ってきたが緩いボール、105キロで緩いボールから使ってきました。昨日はブキャナンのチェンジアップを捉えました糸井です。カーブでしたけどもね、まあ、そのタイガース打線が苦手にするというカーブから入ってきました。いずれもヒットでノーアウトランナー二塁一塁、1回の裏先手を取るチャンスです。タイガース今度はインハイ、インハイ要求、外内と攻めてきましたバッテリーです。タイガースからしますと糸井なんでゲッツーはないっていう考えでいけますからね、はい。しかもここ左と並んでますから、山中からすると相当なプレッシャーのこのマウンドですね、はい。とも福留、まあ、ですから一発長打あり、しかもチャンスに強いバッターが並んでいるというのは相当なプレッシャーです、はい。まあ、できたら僕がピッチャーだったらですよ、はい、ゴロでアウトというよりも、まあ、フライアウト取りたいなというような感じですかね、となるとどうやってこう目線を、ね、ずらしていくのか、はい、でタイミング変えるかですよね、ボールも一度投げていますが、この糸井に対して2ボール1ストライク、わずかに外外れています。ボールが先行しました。
コースコース狙うんで、はい、うん、ボールカウント悪くはなりやすかったですよね、ここどれだけ思い切っていけるかですね。タイミング外せたらカーブかもしれませんし、その緩いボール、4キロのカーブです。かなり際どいコース、フルカウント、ノーアウト二塁一塁で糸井を迎えています。絶好のチャンスです。タイガース正直投げる球はないので、はい、思い切ってそのインサイド目に入る球行くのか、今の球続けるのかっていうところですよね、はい、あ、インサイド要求でしょうか。そのインサイドは外れました。ランナーはスタートを切っていましたが、ノーアウトフルベースです。ノーアウトフルベース、まあ、ですから1番2番が出る効果っていうのはこういうところにもありますよね。そうです、ここ2戦連続してホームラン打ってた糸井ですよね、ヤクルトからするともう完全に糸井だけが1人頭抜けてマークせよって言われて多分人間だと思うんでね、フォアボール、この状況でのフォアボールはもう仕方ないかなというところですね。早くも伊藤コーチがマウンドに一度行きました。ノーアウト満塁です。そして4番の福留を迎えます。まあ、開幕戦はこのケースで併殺で1点入って、その後原口のタイムリーという形でね、追加点が入りました。あの1点も大きかった、主導権を握るのに良かった先制の点だったんですが、まあ、まず秋山ですからね、何としてでも1点は先に早くね入れたいですよね、まあ、このコーナーワークが生命線のピッチャーですから、ちょっと今まだその細かいコントロールというところで、ね、なかなかストライクを取れません、はい、このインサイドの要求でライトへずっと切れていきます。109キロ、はい、どうですかね、カーブですかね、か今のを、はい、ファール打ってくれるとピッチャーとしては、はい、バッテリーとしてはインサイドにカーブ行ったらファール打ってくれるかなっていうふうに思うので、もう一球は行きやすいんですけどね、ある程度カウントを稼ぐ、稼ぎたいっていうふうな思いでいけばね、ただ外へ投げましたもんね。そうですね、ツーボールワンストライク、内内外というこの配球、3球目がカーブ、ここはやっぱどうしてもストライク、ピッチャーとしてはストライク欲しいですね、ランナー満塁です。外要求、ショートへの強い当たり、併殺で1点が入ります。1回の裏タイガースは福留の併殺打の間に1点を取りました。ノーアウト満塁から1点を取りました。強い当たりのショートへのゴロでした。ショートの大引きがベースに入って1塁に送って、ツーアウトランナー3塁、そして5番の原口を迎えます。でここでもう1本欲しいところですね。欲しいですね、ノーアウト満塁でしたが、はい、1点だけしか入らないとね、なんかすごくチャンス潰れたような感じになりますからね、ここで3塁ランナーの上本を返したいタイガースです。マークシの開幕戦のカープとの対戦の立ち上がりのような、そうですね、一緒ですよね、はい、そうなんですよね。ここで原口がまたつなげるか、ギリギリ入ります。まあ、満塁でこう左の福留を閉鎖するので少しこうホッとした部分も山田があるんですか。もちろんですね、はい、ツーアウトまで来てます。あとヤクルトが山中もそうですけども、はい、満塁ゲッツー1点っていうのは御の字ですから ね、うん、そうですね、はい、ちょっとカットするようなバッティングでワンボールツーストライク。昨日はヒット1本、あっとインサイド、膝ですか、
デッドボールになりましたが、どのあたりに当たったんでしょうか。まあ、あんまり原口痛がらないので、はい、痛がるっていうことは膝かなと思いましたけどもね。ちょっと骨の出っ張ってる部分とかそのあたりですと相当痛いと思いますが、うん、昨日の今日ですからね、はい、そうですよね。スタンドが沸きましたね、はい、これタイガースにとってはありがたいですね、はい、左の鳥谷ですから。2アウトランナー3塁1塁、好調鳥谷に回ってきました。昨日は3本のヒットを放ちました鳥谷です。これで開幕から4試合連続マルチヒットで、昨日はチーム猛打賞。その鳥谷に3塁1塁チャンスが巡ってきました。2アウトランナー3塁1塁です。追加点のチャンスです。ここは緩いボールを見ました。まあ、まだ4試合ですが、変化というのはユーネさん、はい、鳥谷のバッティング感じる部分はありますか。あの構えがリラックスしているような感じに変わりましたよね。これによってかどうかわからないんですが、はい、バットの出がいいように感じますけど、ね、ライトへの大きな当たりが追いつきました。ライトの雄平が抑えました。いい当たりでしたがライトへのフライです。1回の裏福留の警察官に行って1対0タイガースが先制しました。